ボリス・ヤコブレビチ・ー・ラジー・ミルツオフとは、ソ連の言語学者、歴史学者。主に、アルタイ諸語の研究やモンゴル史の研究に功績を挙げた。幼少の頃から学者になることを志しており、1904年には、サンクトペテルブルク大学の東洋語学部に入学した。当時、ロシア帝国と大日本帝国との間では、日露戦争が勃発しており、 ウラジー・ミルゾフは当初に本について研究しようと東洋語学部に入ったが当時のサンクト・ペテルブルク大学では日本研究の環境が整っておらず日本を研究する道は頓挫した。しかしこの頃のサンクト・ペテルブルク大学東洋語学部にはコトビッチやルードネフといった著名なモンゴル史研究者が在籍しておりこのことがウラジー・ミルゾフにモンゴル史研究を選ばせるきっかけとなった。 また、ウラジー・ミルゾフは、ポール・ペーリを、エドアル・シャバンヌといった著名な東洋史学者にも教えを受けていた。ウラジー・ミルゾフは、サンクト・ペテルブルク大学で研究を続け、1915年には母校の講師になり、1921年には教授に就任した。また、1923年に、ソ連科学アカデミーの巡回院に、1929年に、 正会員になったものの、その2年後1931年に、心臓発作で亡くなった。ウラジー・ミルツフの言語学的研究は一貫して、アルタイ語族を論証することに力を注いでおり、モンゴル語とトゥルク語との比較研究に功績を挙げた。ことに、モンゴル文語とハルハ方言の比較文法は、アルタイ諸語研究の古典的作品として、今に至るまで参照されている。一方、 ウラジー・ミルツオフのアルタイ語族論は、ラムシチットやリゲティの批判を受け、最終的には、マールの新言語学の論者から抽象を受けて、比較文法の完成を放棄せざるを得なくなってしまった。ウラジー・ミルツオフの歴史学的研究は、言語学的研究に比べ少なく、ダヤン・ハーンの異名について、や、ハルハ語部族など数点を数えるのみである。ウラジー・ミルツフの最も著名な研究は、 蒙古社会制度史である。この著作はモンゴルを古代、中期、近代の三時代に区分して、各時代の封建制度の交流と崩壊について論じている。この研究は当時レニングラードにしか所蔵されていなかったモンゴル年代記を豊富に駆使しており、当時のモンゴル社会制度史研究の最先端を行くものであった。反面、漢文資料については全く利用されておらず、 この点は後に批判されている。ウラジー・ミルゾフは、ロシアにおいて、タタールの首引きとして、とかく批判されがちなモンゴル帝国に対しても、客観的な態度を取るよう努めていた。ロシアでは略奪者、破壊者として批判的に語られる、チンギス間についても、チンギスは、修正、自制し、訓練し、卓越した実際的遊牧民として、終止し、 単純な資料で地に植えた殺戮者となることはなかったと述べ、また、ティムールと比較して、チンギスカンより、はるかに高爆たる地域を制した、アジアの他の征服者タメルランの言ったように、チンギスカンは、ルイルイと、レンガと漆喰で覆った二千名の生きながらの人々の、とを混流しようとは決して思いも及ばなかっただろう、とも評価している。一方、ウラジーミルゾフの弟子であったニコラス・ポッペは、 ウラジー・ミルゾフが時間に、ルーズで、ポッペが新たな研究テーマを相談すると否定的に、扱い、無断で発表すると嫌味を言う強量な人物で、あったと辛辣に表している。森川1996、P188 森川1996、P190 森川1996、ピアニッシュも191から192森川1996、 P195 ありがとうございます。